続きですね。半幕の本家の半魔妖戦争です。で、とにかく宇宙生物ですね。で、人間をものとしない、知能の高い宇宙生物がいるわけですね。で、またそれで、私の敵もいるわけです。宇宙生物で。で、人間はね、その宇宙生物が作った人工知能で簡単にコントロールを効くんですね。知恵が全然低くてね、低い生物なんで、単なる超肉食生物なんですね、人間はね。盗んで生きるのが仕事です。それ以外やんないですね。道具を使って肉を食いに行くわけです。ね、取りに行くわけです。狩りで生きるということですね。なんかいろいろと、GBTJPY。 法律とかなんかあるような感じだけど、全部関係、力が、そこで契約してても、力なければ、下に無効ぬになる。りますしね。人間の法律は全く意味ないですし、単なる超肉食生物で生きてますね。だから殺人しても力があれば全然普通に歩いてますしね。警察に捕まらないしね。で、それにはいろいろと強い宇宙生物と力関係つながってないとダメですけどね。人間だけだと捕まりますけどね。なかなか宇宙生物が力貸してると、力が強くて殺人してても捕まえられないんですね。人間が強いから。で、人間をね、管理するのは全部人工知能なんですね。で、人間よりか頭のいい人工知能もあるわけですけども、通常ね、経費かかるんで、単純人工知能を使う場合も、使えたらもう全部それにしちゃうんですね。で、私の方もそうなんですね。で、下等生物と接したりするときはもう全然野蛮だから、接しないで全部、人工知能になるわけですね。で、全く話しても意味ない話しかないんです。ね、人間はね。で、人間はこっちに話してくるのは対向車で、宇宙生物の力でね、情報を与えてね、対抗して話してくるんですね。全く、犬や、ね、猫や、ね、と変わんないんです、人間は、知能が。話したり聞いたりすることできないんですね。同じ程度ですね。また人間が、抑えてて話せるんだけど、犬でも猫でも話せるんだけども、抑えてるんですね。人間たち、地球にいてね、俺らの方が頭がいいんだよという見せるためにね、宇宙生物から話し方を教わって話すというね。700年後分かるというようなことで話すだけで、全然意味分かってないんですよ。それで話すわけですね。で、それで動くわけです。それはね、猫や犬や動物同じですけどね。道具使わないで、大きい間違いしないようにしてるんですけどね。非常に注意してるんですけど、人間は全然、そこら辺がね、もう、離婚のように見えるけども、非常にもっと、
猫とか犬よりかは知能は低いかもしれないですね。人間って猫とか犬とかの方は知能が高いかもしれない、人間の方が低いかもしれないですね。そんなことで問題起きないように道具をつかないように生きてるわけですね。で勉強中であるということなんですけど、道具使うといくら仕事しても間違いが出るわけですね。そういう問題から非常にしっかりしているわけなんですけど、人間はもう簡単にコンピューターの頭脳波人間みたいに話しますから、心も持ってますから、それで簡単にコントロールを聞くということでね、全然意味がない生物です。それで動かされるんで、宇宙生物に動かされるんで、こっちでまたコンピューターで人間をこっちの問題でね抑えるんだけども、まあ、しょっちゅう動きますね。全然意味ないですね。そういう繰り返しですね。こっちにね、仕事妨害とかしても全部宇宙生物ね、人間よりか頭のいい宇宙生物のロボットコンピューターで動かしていくんです。変身していくんですね、人間は。だからもう全然しょっちゅうそれに応対しないといけないです。私のまた人工知能の方のね管理下で、そういう繰り返しですね。で人間殺人しょっちゅうしてますけどね、まあそういうごちゃごちゃ宇宙